transmisión en el programa de hoy. La radio de la... こんにちは。なんかちょっと驚かせてしまったかもしれないです。今日は皆さんに、小さな映画、スモールフィルムについてお話をしたいと思います。今見ていただいた映画は、スペインの、ホセ・カラスコさんの作品です。ムンド・ヌエストロ、我々の世界っていう、日本語で、意味です。彼なりの、ね、マドリッドにいる彼が、まあ、その環境問題ということに対して、まあ、世界に向けてメッセージを発信したいと。でその物語を映像に、まあ、ストーリーとして変換して、で映像に置き換えて、でこのように一つの作品、映像作品となって、でそれが東京にいる僕らのところにやってきて、で僕が今こうしてここに皆さんと共有しています。こんなにまだ始まって数分しか経ってないんですけど、もう僕らは今ここでホセの物語をこうして一緒に共有できました。こういうすごい映像の力、映像ってもう今たくさん溢れていて、皆さんも普段いろんな映像に触れてると思うんですけど、メッセージ、そのコアの部分だけを忠実に、そして人に分かりやすく共有できるようにしている映画、それを僕らは小さな映画の力だと思っています。で僕らはそういった小さな映画、人に見てもらうべき映画っていうのをインターネットを介してウェブサイトで紹介しています。でそういった作品、まあ、今の作品はちょっと環境問題っていう問題だったんですけど、あらゆるいろんな世界中の片隅で語られるべき物語っていうのを僕らは探して、でそれを皆さんに共有できる、そんなような仕事をしてます。でそういった中でいろんなやっぱり監督との出会いがあります。でその中にはその作品を見せるっていうことだけじゃなくて、そこからさらにその小さな映画がもたらしてくれた大きな力、物語っていうのが生まれました。でこの2人は、ギオーム・ジョバニッティとチャーラ・テンゼル氏、初めて彼らが日本に来たのは3年前です。まあ、初めて日本食を前にちょっとびっくりしてますけども。で彼らと僕ら初めて出会って、で突然なんですけども映画を一緒に作ることになりました。で時間もない、お金もないっていう中で、とりあえず5人で人数が集まって、作品を作りました。で物語はちょっと今日お見せできないんですけれども、まあ、ストーリーは新宿の朝、東京の1日から始まります。でここにいる塩原さん、彼は普段 PR 会社の仕事をしています。で彼は吉野、彼も普通企業の社長をやっています。でこれはちょっと僕なんですけど、僕はおまけで出てます。で彼女は松田香野といって、翻訳会社で働いている OL で、彼はノーフィルっていうパキスタン人なんですけど、東京に住んでるパキスタン人の銀行に働いています。でこんなランダムな5人がある1日東京に過ごしていて、でそこでこの夜ジュテっていう新宿にあるバーで、出会います。でなぜかこのバーには、オーナーがいません。でオーナーがいない中で一人一人、バーに集まって、
で見ず知らずの者たちがお酒を酌み交わして、でどんどん人が合流して、で何気なくあの和気あいあいのまま、語り合い、でそこでまた夜も更けてきて、一人ずつ、記事に、家に帰り、で最後一人この吉野が、残って、お会計を済ますんですね。あのオーナーがいないのにちゃんとお金を置いて、帰ります。でこれで作品は終わります。もう淡々と何の起承転結もなく、本当に東京のある 平凡な日常をただ撮っただけの作品。ただこの作品がすごい僕らにもたらしてくれたのは、その見ず知らずの監督と僕ら初めて国を越えて出会って、でそれを2日間全く言葉も意思疎通もできない中で一緒に映画を作ったんですね。でそこっていうのは本当に素晴らしいって思ったのは、人間同士のピュアなコミュニケーション、その何かものを一緒に作り上げる、プロジェクトを一緒にするっていうことに対して心の底から理解し合いたい、その気持ちだけでこの現場が回りました。でスタッフもみんなあのボランティアで、お金も一切かかってません。でこういった映画を通して僕はすごくその映画の力、今まではその見せる側、その映画をこうやって集めて皆さんと共有するっていうことをやってきた立場から、今度は自分たちが実際に作るっていうことを体験したんです。でこの後監督たちとまた別れて、まあ、半年ぐらいが過ぎました。でまた日常の平凡な日常に戻った頃、突然監督から連絡があったんです。そしたらこの映画がですね、ロカルノ映画祭に入選したんですもうびっくりしましたもう多分ロカルノ映画祭も皆さん名前聞いたことあると思うんですけど、世界四大映画祭の一つと言われていて、で僕らも訳が分からないまま、監督の言われるままに飛行機の手配をして、で吉野と2人で行きました。もうそこは本当に初めて見る世界でした。僕らは今までずっとインターネット上でバーチャルな世界でショートフィルム、小さな映画を集めて映画祭をやっていました。ところが作り手になったことで突然世界の映画祭とつながったんですね。で初めて行く映画祭は本当にすごくて、もう規模も大きくて、これは世界で一番大きいスクリーンと言われています。で観客も8000人ぐらいいて、毎晩ここで映画が上映されて、いろんな国の人たちが映画、物語、世界の物語を共有しにここにやってきています。でこんなもう中で初めて僕らのこの映画チームとして、この6っていう最終的にあの名前についた短編映画を上映することになりました。でちょっとこれを見てください。でこれ初めてのプレミアです。上映の前にこうやってステージに呼ばれるんですね。彼もね、その今までにずっと日本の渋谷の千駄ヶ谷にいて、初めて突然スイスのロカルノ映画祭に行って、でいきなり自分が俳優として紹介されることになって、もうすごい体験でした。なんか観客は大体1000人ぐらいいたんですけれども、で今度外に出るといきなり見ず知らずの人たちが彼にサインを求めてやってきましたもうこのように本当に映画って突然あの見ず知らずの人と出会いがあって、で突然このように名もない人たちが一箇所に集まって物語を共有し合って、で最後にはですね、マカオ映画祭というところで賞を取りましたなんかもう本当にジェットコースターに乗ったような展開でした。で映画っていうのはでも本当に人をつなげてくれるって本当に思って、で今ここで僕らは京都にいて、で今皆さんにこの話をシェアしました。でさっき5人出てた出演者のうちの一人、松田香乃さんという女性なんですけども、彼女は、今年の初めに、亡くなりました。ですごく悲しかったんですけども、今日ここに皆さんといて、で今こうやってユーストリームとか通じて彼女っていうのが今ここにいて、でまた彼女はここで皆さんと一緒に彼女の物語を共有できました。ですごい僕はびっくりしたのは、彼女は実はサンバのダンサーだったんですねその翻訳会社で OL やってたんですけど、サンバのダンスをやってて、で僕がその彼女の死後、彼女のサンバの仲間とまた出会って、
で浅草サンバカーニバルという、浅草のイベントに初めて今年参加しました。このように物語っていうのが人をつないで、で物語がこうやって人をまたさらに集めて、で人と人が触れ合っていくっていうことで、多分僕らっていうのはその世界を少しずつ理解していけるんだと思います。その物語が持つパワーで、そのショートフィルム、小さな映画なんだけども、その映画が持つパワーっていうのを今日はすごく皆さんに知ってほしくてここに来ました。ですごいところは、小さな映画のすごいところだ、誰もが今は作れるんです。なのでここにいる皆さんが一人一人、自分が本当に大切に思っている人、自分が大切にしている物語があったら、それをぜひ映像にして、あなたも世界に発信してください。今日はありがとうございました。